ようかな。昨日さ、昨日のタワーの方書きたいんだけど、今書いてもいるかわかんないよね。いそうだなって方から書いちゃうか。順番でやってるけど、湿気感どういうこと？湿気感？さっきアイロンした。どっか描こうかな。ここも描けるから。え、でもここ埋めたいな。うん、ここ埋めよう。昨日の最後の配信、書類ボスも描けれなかったから、水色。お風呂、いや、お風呂まだお風呂まだ、よし、減るかと思ったけど。います、出席確認書こうかな。じゃあ1月3日、危ない、今日の日付書こうとしたから一瞬。なんか輪郭がでかくなっちゃった。昨日のイベントの時の最後の時にタワー投げてくださった方を今から書いていきますね。まず日向夏さん、ありがとうございます。日向夏さんまだあるから、ちょっとまた後で書くね。とりあえずごめん、ありがとうございます。あ、ごめん。なんか印つけてないと分かんなくなる。ありがとうございます。テープ、あ、それ全部ここに置いてないんだ。昨日しまっちゃったの、違う場所に。次は黄色で描く。オレンジが消えた。ちょっと待って、え、どこ行ったっけ。あ、こうか。違う布団の下に置いてた。誰か、こうまとめて描いた方がいいかな、同じ方。まとめて描こう、それがいいね、効率がいい。
釣りしてないかな、うん、大丈夫で、緑これ描いたから印つけ間違えた、合ってるかな、これで全部。ちょっと待ってね、同じ方つけて OK。 ヨガナツさん、残りの2本ありがとうございます。ありがとう、または昨日ありがとうございました。ありがとう。オレンジで。で、さっき描いた緑これか。貼って塗って、ここの列描き終わったら次こっちに描こう。よし、で次の方、エスンちゃんの子は誰かの、あ、忘れ物なの、あれ、え、普通になんか置いてあるやつかと、か普通に置いて帰ったかかと思ってた。でもずっとあるよ、忘れ物にしては。あ、やばい、できそう、ちょっと次誰かこう、いる方から書くか。ジグツか。合ってるよね。うん、熊田。ありがとう。
と次はカズさん、昨日熊とはありがとうございました。ありがとう、ありがとう、カズさんありがとうございます。テープの消費がすごい。テープの消費が、まあいいけどね、全然あるから。次は次オレンジで、次大学か、印書いてない。次のことはいないから、ありがとう。でもまだある、ちょっと待って、とりあえず3つこれ貼ってから書くね。ちょっと待って、印つけないとわからなくなる私。あ、これじゃない、これか。レインボースタータワーのことさ、レイボースタータワーって書いてる。運が抜けてる。レイボースターになってる。運が抜けてるわ、私の絵も。ごじってた昨日の絵。いいよ。なんかここめちゃくちゃな。テープ貼んなくてもいいか、めっちゃくっついた。めっちゃくっつくじゃん、クマのやつ。吹き出し全然くっつかなかったのに。めっちゃくっつくじゃん。でもなんか急に剥がれてきそう。急に剥がれてきそうだから、テープ貼っとく。補強、よし、残りかけますね。次もオレンジ、水色、ピンクにしようか。水色、ピンク。次は頑張ったわ。水色、次、次、頑張っ、もうあと全部頑張って、やばい、あと全部同じか。
よし、合ってるよね、完成。ちょっと待って、確認確認。よし、フランツさん頑張ったたわありがとうございます。これも頑張ったたわありがとう。頑張ったたわありがとうございます。ありがとう、昨日ありがとうございました。頑張ったたわ頑張ったわありがとう、ありがとうございました。フランツさんたくさんありがとう、ありがとうございます。よくしたらぼらついするかなと思った。しなかった。お腹剥がれてきそう、偉いのは。絶妙とかね。OK 貼れた。で次の方、これ微妙に映んないかな。下のギリ映るね、ここ。え、映る、映るよね、ギリ。あ、これじゃないわ、これかと思ってた。あれ、これか、キリ映る、キリ映るね。よし、次誰かいるかな。入ってないこと。よし、いる。オレンジ。びっくりした、一瞬見失った。これはクマタワーではない。さあ誰でしょうね、次。
ッシーベベースタワーさん、めっちゃかわいいタワーありがとうございました。昨日ありがとう、私ベビースタマンさんありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。見えるかな、ありがとう、 OK、 見えたありがとうございます。いるか、いや、いる、いると思う、だってさっきランキングのとこに名前あったもん。どうやった？かわいい。いや今日はちゃんといいって書いたから。書いた間違えたけど、なんか反対に書いちゃった。いるかな、ちょっと待ってね、あとの方はいるかな、ちょっとランキングのとこで、あ、いるね、ちょっと言いましょう、2個次、あ、吹き出し、水色、緑、オレンジ、次はペンはピンク、これがまたまた頑張った、手が強いか、緑、次が頑張ったわね、頑張ったわ、ラボーナさん、クマタワーと頑張ったわ、ありがとうございました、ありがとう、ありがとう、ラボーナさんありがとうございます、ありがとうございました、ありがとう、これとこれ、ありがとう、ありがとうございました、順番水色かね、色もね、分かった、分かった、分かった、貼っていきます、なんかくっつくな、こっちの壁オレンジから。
セールみたい。次誰かこうちょっと待って、でさっき書いた方はロマンナさんは印つけといて、あといるかな、いなさそう、ちょっと待って、名前呼んでもいい？いたら忘れてほしいんですけど、いいかなそれでも。ね、博多バリカタマンさんいるかな、と、としのりさんと、クラットマークチームメイト大好きさんと、インテリヤクザさんとシンさんかな、あとマルついてないな、うん、いますか。いたら教えてください。いたら書けばいいか、で最後の方になってもいなかったら書いちゃおう、もうそれは。いたら書こう、それでや、時間があるしね、今日だいぶ早くから始めたから、それでいたらで、今いなさそうだわ、そんな気がする。いた、博多バリカタマンさん、順番どれ、それこれでこれか、いた。書こう、書きますね、自分から。よかったよかった、くまた、どっちもくまたはね。よかった。天候立ってた。こっちか、でオレンジからじゃあ集めるか、オッケー、こっちか、こっちか、博多バリカタマンさん、くまたありがとうございました、昨日はありがとう、ありがとう、ありがとうございました、ありがとう、ありがとう、見えました、見えたかな、なんかさ絶妙にピントが合わないんだよね、ぼやけちゃう、ありがとう、オレンジから、あ、ダメだこれ、
ってる。クラッテ全部貼ったら配信終わった後、なんだっけ、写真撮って755とか755にあげようかな。755してない人いるかな。してる人をツイッターにもあげるか。次携帯こっちだ。いるかな。でもなんかいない気がするんだけど。この間できたところから次はね、書いてまだ書いてない方はとしのりさんとクラットマークチームメイト大好きさんとインテリアクザさんとしんさんかな。いるかな。教えてください。書きます。昨日さ完成したやつ、若干足がさ回ってるんですけど、なぜかこうやってもここ曲げたら、ちょっとこうやったらいい感じにはなる。正面向かないな。でもちょっと足回ってるよね若干。こっちなんかめっちゃ手ぐすが飛び出てるわ。ここから。ごめん、後で捨てる。わかんなくなりそうだ。よし、なんか足が曲がってる。ここうまくいかなかった。で尻尾の位置もなんかずれてる。分かりづらい白だからここに尻尾があるんだけど見えづらいかな。なんか手はまだ、あ、やばいやばい、手はいいのか。この足の位置とは変だが、でもなんか変に見えちゃう。まあまあまあ、でも完成した。無事にその後ろ向いちゃうな。イベント期間中に無事に完成したクマちゃん。おもちゃこもした。クマちゃんなんかなんか、なんだっけ、写真通りできなかった。なんか難しい。3日ぐらいかかったかな。配信時間だけでやったらそんぐらいかかった。普通にやったら多分1日でできるけど普通に何も配信とかその時間気にせずにやったら、配信時間だけでしかやってないから3日ぐらいかかったか。いないよね。まあ、でも最後の方までいなかったらもう書いちゃうね最後の方までいなかったら書いちゃいます。何もつけない予定でいるんだけど飾る。
えさ、今日さ、またさ、アニメイト行ってさ、今日袋持ってなかったから袋買っちゃった。本当は買いたくなかったけど、今日に限って忘れちゃった、エコバッグ。本当はエクスポになかったんだけどさ、なんか近くにあったから行っちゃったまたなんかいっぱい買ってしまった。3,000円分ぐらい、前回も3,000円分ぐらい買って、また買っちゃった。ちょっと開けようかな、配信で。で、前回と同じやつ、これ、これ買って、これ、これ 50% オフだからさ、3つは買っちゃった。貯金が、そう、私な、ゲーミング PC かプレステ5買うために、そう、お金貯めようと思ったのに買っちゃった。前回も3,000円分ぐらい買って、今回も3,000円分ぐらい買っちゃった。ほんと何してんだろう、ほんと。さあ、あとこれはヒラカのクリアファイル、ミニクリアファイル、ちっちゃいバージョン。で、あと五等分の花嫁のメタリックカードコレクション、そう、これもあった。かかった。前回さ、行った時にさ、ないと思ったんだけどさ、普通のグッズしか、このカードとかキーホルダー系ランダムで入ってるやつ、なんか見落としてただけだったみたい。普通にあったわ普通にあった。あとちょっと反射しちゃうからもうあれだけど、この袋反射しちゃう。ね、これヒロアカのアクリルキーホルダー、これサンリオとのコラボのやつ、めっちゃ可愛くって、つゆちゃんいたから買ってみた。あ、出るか分かんないけど。で、そう、キーホルダー系3つ買ったんだよね。で、五等分の花嫁のやつも買った。そう、とワールドトリガー、ワールドトリガーのさ、グッズ初めて買った。なんかあったから買ってみた。でもね、びっくりした、値段見て。値段書いてるの気づかなくて、これ、あとの2つアクリルキーホルダーさ、書いてなくって、分かんないけどいっかーと思って買ったんだけどさすごいびっくりした。これアクリルキーホルダー、ワールドトリガーの990円、1,000円、ワールドトリガーの 3D アクリルキーホルダー、 3D どんな感じになってるか分かんないけど 3D らしい、びっくりまあいいけど、あのワールドトリガーの1個は買ってみたかったから。値段見ないで買うんですよ。これ値段分かんなかったんだもん、この2つは。これもね、気づかなかったんだけど、値段書いてるの、ワールドトリガーのは。あとの2つはね、書いてなかったんだよね、なんか箱とか見ても。だから分かんなかったけど、そんな、なんか600円、700円とか800円いかないぐらいかなと思って買った。だからその子の2つはそんぐらいだった、600円とか700円とか、ワールドトリガー900円、900円だった。3000分ぐらいまた買ってしまったえ、どれから開けよう、迷うえ、キーホルダーはちょっと最後に開けようかな、あたがたがいや、書いてるんだよ、これ。何、あ、仕事？あ、これは、そう。分かんなかったんだ。もう買っちゃった。ないけど、欲しかったから、ワールドトリガー。ワールドトリガーは、ワールドトリガー、こうやっているキャラ、これ乗ってるキャラだったら。まあいいや、後で。ワールドトリガー最後に開けるわ、じゃん。え、カードから開ける？クリア、カードから開けようかな。クリアカードのこれ。なんかさ、こういうさ、なんか食べ物が入ってる系のやつさ、いろいろ買っちゃってさ、これも入ってる、食べ物が。これも入ってる。ガム、またガムなんだけど、ガムが入ってるやつと、これガムでしょ。このカードのやつはガムで、全部。ガムで。これはチューニングガムが入ってて、レジの人がさこれなんか
なんだっけ食品が入ってるので早めに食べて、なんか早めに開けてくださいねみたいなこと言ってて、そうこのカードを通した時、これとこれかな、この2つ通した時に、でこれをでその時に言ってくれて、でこれも通して多分これもこの入ってることに気づいて、そう2回言ってくれたこういうの買いすぎてああってなっちゃったそう、じゃあこれもかな、ちょっと気まずかったガム、でもガムね、前回開けたやつさ食べた、2個食べた。でも前回はね別に割れなかった、今回初めて割れた、こんなガム、ね、これはねチングガム、これチングガムってあれだよね、あでもチングガムってえあチングキャンディーか、あれはややこしい、チングガムって名前、ガムだガム、普通のガムだこれ、チングキャンディーかと思ってて一緒、これはあれだね前回の、でも1個は食べ2個じゃない2個食べた2個、いやこれ膨らまない系だったね、こっちのガム、これは食べてないから分かんない、開けよう、よしかな、あの平岡のカードのやつ、これ 50% オフだったからいつも買っちゃった、ガム出そう、ガムだ、よし忘れてた、先にねガム出さないとじゃん、お、これさヴィランもいるよね、ヴィランもいるやつだ、そうそう、これトガちゃんがいたもんだって、飯田天也、飯田くん、コーダコー、あすごい、ガムね、ガムかな、カードがなんかさ、こうさハガキとかでさ、こうこの内側にのりがついて、こうピリピリピリって剥がしてさやるタイプのやつのさ、のりの匂いがする、ガムじゃないかも、それなんか匂いが伝わるかな飯田くんと川田くん A 組のガムの匂いかな、これなんかそのさ、のりがついててさ、こうハガキとかさ、ハガキわかるな、ハガキとかじゃなくてもさ、内側にさのりがついててさ、こうペリペリペリって剥がしてするタイプのさ、こう開けてみるタイプのやつあるじゃんあれの匂いがするわかるかな、伝わるかなだからなんかさ、ハガキっていうかさ、なんかハガキじゃなくってもさ、なんかあるじゃん、チラシ的な感じで入ってるさ、こうペリペリペリってしてさ、こう剥がしてさするやつ、わかるかな、なんかチラシみたいなんでなんか入ってる、ポストに入ってたりするやつ、あれの匂いがする、なんかあのノリの独特な匂いするじゃん、あれあれの匂いがするわあと1個目はこれね、川田さんと飯田くん、甲田浩司、下のまま知らなかった、みんな甲田くんっていうさアニメのキャラが呼んでるから、甲田浩司、飯田天也、飯田くん、ねっ匂い嗅いだことない、なんだろう、なんでか分かんないけど、あの匂い嗅いじゃうんだよね、いつも独特な匂いする嗅いじゃうんだよね、ガム出して、ガムがどんどん増えていくよ、あ、落とした、ガムが、なんかこのパッケージかわいいじゃあ2つ目、じゃん、
角取りポニー名前がすごい霧島栄一郎、霧島くんいいね、レッドライオットかわいい、この子かわいいよね、角取りポニー、角が取れる、もうそのまんまなんだけど。 VTuber いそう、確かにいそう、いそう、角取りポニーかわいい、ポニーちゃんなんて言うんだっけ、ポニーちゃん、ポニーちゃんかわいい、めっちゃかわいいこの子で、どんどん開けていこう。3つ目これ最後だね、これ平仮名カードは。今度は3連勝だ。こんな感じで、うん、今度だ、今度めっちゃ増えてくさ、最後じゃんえ、赤ちゃん歯がくれた頃覚えてないの、赤ちゃん、いや、このカードじゃないのが出たのか、あ、びっくりした、いや、かぶってたかと思った、なんか若干似てるからさ、かぶったかと思った、焦る良かった、かぶりは嫌だからいいけどいいね、はぐくれちゃん、いいね、これこの感じ、なんもないいいね、はぐくれちゃんいや、かちゃん引き強いな、かちゃんいや、出なかったな、つゆちゃん、つゆちゃんもとがちゃんもかわいい、かわいい、つのとりポニーちゃん、霧島くんでしょ、透明だからさ、これだ、霧島くん、飯田くんいいね、この飯田くんいいね、こんな感じ、コーナくん、そう、透明人間なの、そのこの子の個性、このハガクレちゃん透明、で、かっちゃん、バグが若すぎ、え、マジで出ないいや、かっちゃんの引きはめちゃくちゃ強いんだけどな、おかしいな出ないです、ねえ、かっちゃんめっちゃ出るけど、この間もだって、でも緑やデクくんもさ、まんま出るよね、前回カード引いた時も出たし、デクくん、そう、デクくん、いや、でもかっちゃんの引きが強すぎるな前回3枚出て今回1枚、よかった、かぶったかと思った、でも一瞬かぶってなくってよかった、かぶりが一番嫌だな、そのキャラかぶりはいいけど、キャラかぶりはいいんだけどさ、あの同じカードが出るのはちょっとあれかもしれない、ちょっとそれはいいかもしれない、かぶってない、まだ一枚もかぶってない、確かに4つ買った割にさ同じやつでかぶってないのいいね、これ全部で何種類あるんだよ、そもそも全部で55種類だって、雷くん出てないよ、出てない、今回出たのはハ
がかりちゃん最初な何が出たかと思ってさ、こうなってたんだっけ、こうなっててかっちゃんしたと思ったらがかりちゃんだったとどろきくんはなんかねあれ出てたよ、そのなんかラミか、ラミネとかこれでとどろきくん、え、これの引きめっちゃ良かったよ、とどろきくんとかっちゃんめっちゃ人気のキャラが2枚出た、引き場いいんだけど推しじゃん、推しではない引き場良かった、ね、じゃあガタブナーの夢のカードを開けようかな、5等分の花嫁のメタリックコレクションガム、メタリックコレクションガムは違う、それガムコレクションしてるわクカードコレクションガム、いきます、え、待って嬉しい嬉しい、みくちゃん中野みく初めて引いた好きなキャラを、奇跡だなこれ、かわいいし見てめっちゃかわいくない、でもね、5等分の花は確かに確率が低いのよね、5分の1で出るから、出るから、まあ、確かに開かれが確率低い、でいつきちゃん横じゃなかった、かわいい、これもかわいい、かわいい、めっちゃかわいい、これへえ、このさ裏に書いてるパッケージ見せるのかな、あ、この浴衣着てるやつかわいい、え、でも嬉しい、かわいい、かわいい、これめっちゃかわいい、キュータノーラン挟むか挟むかな、かわいい、裏見て気づいちゃった、こうやって思っててさイラッと思って嬉しい嬉しい、初めて弾けた好きなキャラ、え、待って、私さこれさ、書いた方さ、ずっと貼ってなかった、ごめん、1枚だけ貼って満足してた、ごめん、貼ってなかった、また割り方マンさんごめんね、貼ってなかった何やってた、ほんと1枚だけ貼って満足してたわ、今やるの今気づいた、ごめん、どこに置いたか忘れるんだけどそういつもそう、次どれだっけよ、次これかな、ミニクリアファイル、ヒロアカのこれ開けようかな、これ、これもガム入ってるんだけど、チューイングガム、これはねトガちゃんもいてね、ツーちゃんもいるんで、トガちゃんもいて、ツーちゃん合ってるね、ツーちゃん、そうダビもいる、ダビも好きだから、いいな、ダビでもいるし、ガムついて違うんだよ、買おうと思ったのに全部ガムが入ってるんだよ、ほら全部ガムが入ってる見てこのガムの量、 この間とさ、でもこの間もう2つぐらい食べたからさ、ガム減った方ではあるけど、
ガムがいっぱい。これ。あ、落とした。ガムがいっぱいあるんだよ。多分そんなに普段食べる子じゃないのに、なんかめっちゃ食べてる最近。じゃあクリアファイル、これ噛めてない。クリアファイル。じゃん。あ、あめだ。あ、色見えちゃった。っ袋がちゃんと開いたら。じゃん。うん。桐島くん。桐島くんだ。なんか入れようかな。なんかあれなのかな、その時同じの引きやすいのかなってさっき言ったよね、キリシマ君。同じポーズじゃない。見て、キリシマ君のファンみたい。同じポーズ。同じやつポーズが。これだけやってたら桐島くんが好きな人だ。桐島くんでした。出なかった、つゆちゃんもとがちゃんもダビも。ダビ、そうダビも好きなんだよね。実は一番好きなのはつゆちゃんだけど、とがちゃんも好きでした。裏面を描くキャラクターのアニメシーン。ああ、いいね。え、そう、英語違った、間違えた。 A6 初めて聞いたな。5かと思ってた。これ6だ。今気づいた、5だと思ってた、6だった。アクリルキーホルダー。じゃあひらかのから開けようかな。ひらかのトレーディングアクリルキーホルダー、これサンリオとコラボのやつ。そう、ちょっとちっちゃめ、だいぶカードと比べてこんな感じ、だいぶちっちゃい。キリシマくんはガッちゃんと仲良く、あ、そういうことか、そういうことね、この二人を引きやすいってこと。いや、いいんだけどさ、つゆちゃんとトワちゃんが出てくれれば別にいいんだけど、出ないんだもんな。確かに同じような色味してた、これクリア入るとほら。そう、これもランダム。はい、いきますね。意外とあんま時間ないな。50分ぐらいになってから20分ぐらいか。はい、こうなってるからさ。いくよ。じゃん。え、今日やっぱそういう日なのかな。今日そういう日なのかな。桐島くんだ。え、なんでこうなの私。あれじゃん、完全に好きな人じゃん、桐島くんが。え、なんでだろうね、ほんと。すごい、揃っちゃった。揃っちゃった。つゆちゃんかと思ってたの。つゆちゃんじゃなかったな。いや、なんでだろうな、自分の好きなキャラは出せないのにさ、同じキャラずっと引いちゃう。え、なんで本当に。いや、いいね、嬉しいけどさ、そう、好きなキャラではない、そんな推しのキャラではない。
好きは違うか、推し、推しではない。すごいな、なんか自分改めて、うん、推しが好きなキャラが、でも本当にこれだから初めて出たカード、ね、なんかこういうランダム系のやつで出せたのがこれと、あとはカナオのキーホルダー1回だけ、それだけ、本当に今までこんだけ買っといてさ2回しかない好きなキャラ出せたの。なんか自分の引きやばすぎていや、ある意味すごいけどさ、これこんなにさ同じキャラがいっぱい出るなんて、ある意味すごいけど、いやすごいんだけどさ好きなキャラがいるやつを買ったのに、いないやつもあるから、いるやつを買ってこれだから、ね、推しのキャラがいるから。どうしない、みなみちゃん、え、ひろあか好きなの？え、分かんなかった、それ知らなかった。これなんだ、あ、これ五等分の花嫁か、五等分の花嫁だかな、五等分5分の花嫁のキーホルダーをあげます。いや5等分の花嫁は一回もみくちゃん出たから、出ないかな、キーホルダーいきます、じゃん、出た嬉しい、かわいい、めちゃくちゃかわいい。え、こっちなんてどうしたんだろう出ないと思った、奇跡的に。今まで散々出なかったのにさ、五等分の花嫁を、今までカード一個も出なくて、こっちから引いたやつ、今まで引いたカードね、五等分の花嫁の花嫁のこれでしょ、いちかちゃんが3枚にみのちゃんでしょ、カードだけで、ね、みのちゃん2枚か、2枚でいつきちゃん、それでもゆつはいないわ、シール出ても引いたか、みくちゃんだけ自分で引いたことがなくって、ね、シール別の場所に置いてあるんだけど、これか、これシール、これか、自分でこれ、これはあの家族がなんか買ってきた、あ、自分のままでひん、でもよつまちゃんもう1回しかない、これしかない引いたの、あんま引いたことないわ、そういえば、いつきちゃん多いね、これが全員だから、まあ農家ちゃん、あ、落としちゃったか、シール、あ、反対、つばちゃんでしょ、でカードもさっきいなかったでしょ、うん、初めて引いたのだから、今回これもさっき引いたのもいつきちゃん、きさん、ゆつかな、うん、え、五等分の花嫁今日は強いな、引きが五等分の花嫁の引きが強いわ今日、見てよ、嬉しい、初めて出た好きなキャラ、その子かわいい、この子みくちゃん、私の推し、めちゃくちゃかわいい、かわいい、いいね、これかわいいね、嬉しい
よかった出てで桐島くんもなんかもうほぼほぼコンプリートみたいなもんだけどね。だって買ったのさ、ひらかで買ったのカードとクリアファイルとキーホルダーで全部で出たからね。いやびっくりしたな。あ、いや同じの出そうに来ましたね。やった、推しが初めて言ってこんな言ってないじゃん。かわいい、このキャラもかわいいな。恐竜のあの引きが、ワールドトリガー開けよう。エヴァに霧島公式いるかな。わお、わかんないな。カードとかでも被らない限り誰かにあげたりとかは基本しないかも。自分で持っとく。さすがに被ったらさ、カードとかクリアファイルとか同じのが、同じ絵が被ったらちょっとあれだけど。え、そう、同じのが被ったらあれだけど、被っちゃったらそうあげるかもだけど、被ってない限りはちょっと自分で持っときたいかも。自分で持っときたいや。誰かにあげずに。そう、ジンさん、ジンさん出てほしい。これでもね、他のキャラもさ意外と、久我くんでもいいし。そうだな、そうね、久我くんでもいい。え、割とさすがにジンさんがでも一番嬉しいけど。そう、何種類、これ何種類あるかな。16種類いきます。じゃん、反対。うん、え、すごい、これなんか見て、ちょっと浮き出て見える 3D。 奈良坂さんだっけ。どちらでしたっけ、アニメスナイパーの人。え、なんだっけ、ちょっと把握しきれない。てかさ、ワールドトリガーさ、この舞台さ思い切れてないんだよな。奈良坂、ちょっと、え、なんかこう飛び出てんの、絵がこう後ろの背景があってみたいな、こう分厚い感じ。まあ、900円が分かるわ。900円で分かる。あ、宮台、宮台ね、宮台。あ、宮台でもそんな、ん、あ、これか、3人。え、嬉しい、初めて買ったワールドトリガーのグッズ。あ、分かる、ちょっと厚みがある、伝わるかな。初めてワールドトリガーのグッズ買った。最近さ、あのさ、あ、これどうやって開けるの？これなんか出ないもんだって。こっから。出てこない。ちょっとしまいたいから、こうしたか。
ばい、それを伝えたかっただけ、しまっとこう。すごいね。最近さ、ちゃんと見てないからさ、ちゃんと見てない、こう最新話が出てないから見てなくってさ、でも結構誰が出ても結構いい感じかな。でもこのキャラもいいなって思ってたの。そう、でも記憶がさ曖昧でさ、誰だったか名前が見えなくってさ、これ書いてあるのが、今見てる分全部見た。でそっから見てないのよ、だいぶ前に見終わっちゃって。今何期も4期か3期まであったかな、忘れた。そっから見てなくってさ、もう内容覚えてるけど、内容あんまりっていいですね、ちょっと内容覚えてるけど、そのキャラの名前と何々隊があって、この人は何々隊でみたいなやつがよく出てくるやつじゃないともう覚えてないや。多いのよ何々隊みたいなやつが。そう覚えてなくって、そう名前覚えてないのが多いな。キャラジンさん覚えてるけど、くなくん、くがゆうま、くがくんもねかっこいいんですよ、めちゃくちゃ強い。ジンさんはサイドエフェクトがすごい。未来打ちジンさん、ミラパイか、覚えとこう。ならさくスナイパーの人だよね、絶対スナイパーだな、だってこの格好からしてスナイパーだわ。スナイパー絶対スナイパーこれで近距離ですとか言われ、近距離で戦うとか言われたびっくりするそう、最近見てなかったかな、全然覚えてないや、見返そうかな。なんか漫画見たいな、漫画アニメ見たいけど、基本同じの見ないからさ、アニメも漫画見ようかな。ワールドトリガーの漫画見たことない、まだ漫画も見たい。もう全然覚えてないんだよな、そのこのタイはどういう感じでみたいなやつ全然覚えてない本当に主要なところしか覚えてないそう、いつだっけ最後に見たの、なんかめっちゃ見てた時期があって、でも配信でも見てた、その時期ぐらいにそう全部見終わって今出てるやつ、そっから見てなくて全然覚えてない宮田屋宮さんがスナイパー、やば宮さんがスナイパーか、スナイパー多いところか、そっか全然見てなかった。え、そう覚えてないだな、キャラの名前もな、そう覚えてないのが多い、あ顔みたい、あ分かるぐらいで名前思い出せないみたいなキャラ多いわ、やばいな。漫画見たいな、漫画見ようかな、時間あるときに。いやでも嬉しい、このさワールドトリガーのグッズ初めて買った、 あんまなくってさ売ってるのが、なんかランダム系のやつ買いたくって、なんかランダム系のやつ楽しいじゃんそうだから、なんだろう、なんかあんまなかったんだよね、これランダムでキーホルダーでみたいな、缶バッジあんま使わないからさ、キーホルダーがよくって、キーホルダーかなんか他のカードとかさ
くっつけ、このくっつけが、うん、そう、あんまなくってね、ワールドトリガー言えなかった、ワールドトリガー初めて買った。すごいねこれ、いいよ 3D、 そう、かっこいいこのキャラ。ちょっと読もう漫画読もう。フトクラトとか全然、あ、フトクラトえ、キャラの顔は思い出せるんだけど何も思い出せないな。え、なんだっけ、え、なんだっけ、あ、ヒューズ、ヒューズは違う、ヒューズエペ、それはエペヒュースあれ、ヒュースあれだよね、タマコにいる今いるキャラだよね。あ、まだヒューズって言っちゃったヒューズって言っちゃったそれはエペ間違えたあ、てかいるかな、そろそろ書きたいな名前。もう一回飲む、ちょっといたら教えてください。もういなくても書いちゃおう。としのりさんとクラットマークチームメイト大好きさんとインテリアクザさんとシンさん、合ってるよね、読んでない人、読んでたいるかな。使ってから本格的に戻すと初めて、いやね、アニメ見たのよ、全話見て、アニメは、そう、漫画を読んでなくって、アニメは見たんだよ、アニメはね、全部見たけど全部見たのが結構前すぎて忘れた、細かいところはもう覚えてない、細かいところ、その、え、本当に登場人物が多いのワールドトリガーは見たらわかる、めちゃくちゃ多いのめっちゃ出てくるの、覚えきれない、こうなんか時々出てきたりする人とかが結構多すぎて覚えきれないヒロアカとかはさ、すごいさ、見た目が特徴的だったりするからさ、覚えれたりするんだけど、よくさ、そう、ワードトリガーはね、そういうわけでもないじゃん、ヒロアカまでなんか見た目って特徴的じゃないじゃん。だからさ、そう、なかなか覚えれなくて、時々とかだとめっちゃ多いのよ、とにかく登場人物がめちゃくちゃいる。もう書いちゃおうかなー、いなさそうなので書いちゃいますね。今日全部買い来た、ピンクで、しのりさんからいなさそうだけど、ちょっと書いちゃおう。8月3日し、あ、間違えた間違えた、見て、トノってなっちゃった、トノシです、ちょっと待った、間違えた、間違えた、なんだっけ、クマタワーかな、クマタワーだね
いるかわかんないけど、としのりさん、くまとは昨日ありがとうございました。ありがとう、いるかなありがとうございました、昨日ありがとう。まあ、でも後で全部写真撮ってさ、あの動画ツイッターに載せようかね。めっちゃ好きさ、オレンジ、違う、あ、やばい、55分じゃん、ちょっと待ってね、ランキングもうちょっとしようわ、これ書いてから、急いで書こう。クラウンマーク、チームエイト大好き、さあ、クモアタワー、待って、先に書いちゃおう、水色、時間があんまない。あ、でも3分前によって間に合うよね、まあ、あと1分しかないけどもうあと1分しかないんですけど、で、あと全部一緒ね、しかさんで、くまたは8月3日、ありがとう。ないかな、わかんない。で、そのあと1個かけてないんだけど、しんさんが、しんさん、くまたはありがとうございました、昨日ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと待って、やばい時間が、ちょっととりあえずこれ貼って、書くだけ書こう、待って、これだけ書く、あと1個だから、違う、次3日、急げ、10位 WY アトマーク、影の守護神さん、ありがとうございます。9位香港のアルマアトマーク、イベントお疲れ様でした、京川さん、ありがとうございます。9位ハマーさん、ありがとうございます。8位トワさん、ありがとうございます。7位、あ、間違えました、8位抜かしたね、ごめんなさい、8位ハマーさん、ありがとうございます。で、7位がトワさん、ありがとうございます。6位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。5位トッシーベビースターマンさん、ありがとうございます。4位ムムさん、ありがとうございます。やばい、3位にゃこさん、ありがとうございます。2位ラボーナさん、ありがとうございます。そして1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとう、ギリギリ終えたありがとうございました。明日の配信も多分夜すると思います。明日の配信も夜、今日ぐらいできるかは分かんないけど、明日も夜かな。さっきごめんね、7位、8位の方飛ばして読んじゃった、一瞬ごめんなさい。じゃあそろそろ切れるのでありがとうございました、おやすみなさい、めっちゃまたまた、ありがとう。